ウィークデーミックスです。ここから2時間 FM376.1MHz にて、朝11時からは生放送、夕方6時からは再放送でお届けしていきます。水曜日パーソナリティは井上弥生です。今日はですね、この後ゲスト武田さん登場ということで、オープニングから一緒にいていただいています、はいはい、今日よろしくお願いします。さあ、いよいよ、高校生、高校受験を控えた中学3年生の皆さん、私立受験始まりましたね。実はあの私もですね、姪っ子が今年受験を控えてまして、もうどうにかして、ね、受かってもらいたいっていうその強い思いでいっぱいなんですけれども、それと同時になんかこう一生懸命頑張っている子どもたちを見ると、あ、自分も苦しかったな、大変だったなというような思い出があるんですが、武田さん、はい、受験って記憶にありますか？もう本当にいっぱいあります。ありますか？いっぱい、もういろんなね、悲しい思いもしたし、はい、嬉しかったこともありますし、もう本当に若い頃はね、はい、もうこれのためにね、毎日頑張ってましたので ね、 そうですね、はい、私は大学受験をしたことがなくって、はい、専門学校なので適性検査だけだったんですけど、大学受験と高校受験、はい、武田さんはどちらがしんどかったですか？僕はね、高校受験の方が実はものすごく緊張しました。やっぱりでも人生で一番最初の大きな受験ですよね、はい、そうですそうです、うん、大学はね、はい、併願って言いましてね、いくつも受けれるんですよ。ここはダメならあそこ行こうとか、はい、そういうのもできたんですけども、はい、高校ってもうどっちかというと、はい、もう決め打ちというかね、もうここ受からないとダメみたいな、はい、感じでしたから、ものすごくプレッシャーがありました、はい、なんか周りからもお守りもらったりとかいろいろしませんでしたか？はい、滝の宮神社に行ったりとかですね、いろいろしましたね、はい、私もお守りを祖母がくれたりとか、あと合格鉛筆っていうので五角形の鉛筆を祖母が買ってきてくれて、はい、それで一生懸命勉強して、はい、あとすごく私の家族の間で縁起物なのが、今まさに JR の方で発売をしている、うん、学駅のお守りなんですけれども、徳島県の学っていう駅があるんですね。その学の駅の入場券が5枚セットで5入学なんですよ。なるほどね。これを父が必ず買ってきてくれて、はい、親戚とかに、はい、配ってたりして、私ももちろんもらいましたし、逆に私もこうあげるようになって、はい、で私の周りではそれを渡して落ちた人がいないんですね。あ、すごいですね。すごいご利益。はい。なんでね、これはきっと私たちの中では縁起が一番いいんだろうと思ってるんですけれども、皆さん多分そんな願掛け的なものもね、ありますよね。ありますね。ね。あと、タコを机の上に置くといいってわかりますか？はいはい、タコっていうと、タコ揚げのタコですか？8本足のタコ。8本足のオクトパスですか？そうです。そんなの初めて聞きました。それは、はい、ちょっとユニークなギャグというかダジャレなんですけど、はい、オクトパスって今おっしゃいましたけど、置くとパスする、はい、でオクトパスなんですよ。なるほど、はい、ダジャレですね。そうなんですよ。そういったものもあったりで、最近ではお菓子なんかも面白いですよね、はいはい、カールにウがついてウカール、あー、いろいろねやってますね、うん、なんかキットカットもなんかあったような気がしますね。キットカットみたいな、ね、はい、そういった感じでね、もういろいろとね、神社にお参りに行ったり、もちろん勉強は頑張ってると思うので、うん、もう最後は神頼み、あとはそういった縁起験担ぎということで、はい、皆さんもね、ぜひしてみて頑張ってください。これから本番ですのでね、はい、はい、ということで、ぜひね、番組聞きながらリラックスしながらですね、そういったちょっと時間も設けつつ楽しんでいただきたいと思います。今日のウィークデーミックスのメニューですが、この後は毎月2回登場していただいています歌うお墓ディレクター丸ごと英二のコーナー、そして駅近境で楽一楽座もあります。今回は何やら新商品の情報もあるということです。そして後半では防災一口メモ、そして日替わりミックスではウィンタースポーツの話題をご紹介したいと思います。皆様からのメッセージリクエストもお待ちしています。メールアドレスは fm3mix@kbn.ne.jp fmsunmix@kbn.ne.jp までとなっています。
ぜひオープニングトークでちょっと受験話をしましたので、皆さんの私の願掛けというのをぜひ教えていただきたいと思います。それでは1月14日水曜日のウィークデーミックス、今日もお時間が続く許す限りお付き合いください。大阪のことなら武田関さん、不動産も武田関さん、堺で浮かずスマイルネット、電話は454565。不動産情報サイトの武田関さん不動産部です。歌うお墓ディレクター丸ごとエイジのコーナー。さあ新年一発目も元気にスタートしました。ここからは歌うお墓ディレクター丸ごとエイジのコーナー。このコーナーは武田関さんの提供でお送りいたします。ということで今年新年最初ということで、はい、おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。さあ新年1回目なのでね、はい、いろいろと武田さんの今年の思いなんかを聞いていきたいななんて思いますけれども、はいはいはい、もうあの新年早々結構バタバタされてるんじゃないですか。いやそれがですね、はい、あまり去年ほどそんなにバタバタしている風ではなくてですね、はい、まあ、と言いつつも他の、ね、方とか比べて活動量が多いので、まあはいろいろされていると思いますけれども、はい、まずね武田さんに今年の抱負なんかを伺っていきたいなと思ってるんですけれども、はいはいはい、目標とか立てられましたか。まあ、いくつもあるんですけども、はい、まあ、まずね、まあはい、仕事のことで言えばね、うん、まずはですね、今年はちょっとね、いわゆるムービー、動画、はい、動画をね、いろいろ使いたいなと思ってますね。今まで不動産の情報とかは私動画で説明してたんですけども、はいはい、お墓とかね、はい、あるいはエイジセレクトの、まあ、小物、はい、これにもね、どんどん動画を使っていきたいなと。まあ、特にね、まあ、YouTube にアップして、はい、それを見てもらうようなビジネスをちょっと展開したいなというふうに思ってますよね。なるほど、はい。まあ、雑貨なんかもね、お店に見に行く前にまずちょっとそういう YouTube とかで知ることができると、うん、はい、一歩足を踏み込みやすいですよね。そうですね、ね、大きさとかね、形とかもやっぱり360度見れたら、はい、やっぱり分かりやすいと思うんですよね、はいはい、そうですね、はい、ただそういうのってこう撮影したりとか、うん、こうアップしたりとか、はいはい、結構いろんな作業があるんです、はい、武田さんお一人でされるんですか。いやそれがですね、はい、なかなか、まあ、私一人もできないことはないんですけど、はい、やっぱりクオリティの問題とかもあって、はい、実はね、まあ、いろいろこうビジネスパートナーさんをね、はい、募って、はい、まあ、その動画のみならずね、今年はいろんな方とタッグを組んでやろうかなというふうに思ってるんですよね、はい、私何でもね一人でやりたがりでしてね。私も同じです、はい、自分でやった方が早いので、はい、自分でやろうとしてたんですけども、やっぱりねもう作業量が非常に多くなってきて、はい、どうしてもねこう手つかずの仕事がいっぱい出てきてしまったので、はい、もうそういうところは適宜ね、どなたかにお手伝いしてもらいながら、はい、進めていきたいなと今年は思ってます、うん、はい、自分でやるのって思いついた時に自分のタイミングでできるという良さはあるんですけれども、はい、やっぱり一人でやるのでは時間がかかってしまうので、そうなんです。専門の方がするとねパパってできるところをね、はい、私たち素人がやるとすごく時間かかったり、はい、大変な面があるので、はい、それかなり効率よくいろいろできそうですよね。そうですね、もう今ね特にこうアイデアばっかり浮かんでね、はい、で実際作業ベースになると、それがねこう非常にストップしてしまうってケースが今までありましたのでね、はい、それがどんどん進むことによって、実際私のやりたかったことがどんどん実現していくと、はい、いうようなのが、まあ、目指しているところでありますのでね。なるほど、はい、じゃあ今後の展開期待ですね、はいはいはい、今年は楽しみにしておいてください、はいはい、他にはどんな目標がありますか。他にはですねこれね去年落ちちゃったんですけど、はい、不動産のね、はい、いろんなコンサルティングの仕事がありましてね、はい、でそれの資格があるんです、はい、でそれの非常に難しい試験なんです。
ですけど、はい、去年秋ちょっとどうも不合格でしてね、はい、今年再チャレンジ、はい、リベンジということで、はい、もう今から勉強始めてます。はい、はい、もう早くも、はいはいはい、ま、ちなみに試験はいつ秋ですか？あのね、11月頃なんですね。11月頃なんですね、はいはい、じゃあ1年に1回なんですか？そうですね、はい、はい、じゃあもう来年、あ、今年の秋ですね。そうです、今年の秋は切符を、はい、はい、頑張ります、はい、あとプライベートなんか目標あったりしますか？プライベートはね、はい、私ずっとね男性合唱もやってますけども、はい、やっぱりねこう加齢とともにね、こう声がね、うん、やっぱりだんだんこう出しにくくなってきてまして、うん、はい、ボイストレーニングをね、はい、ちょっと本格的にやりたいなと思ってます、はい、あ、はい、そうなんですね、はい、ちょうどね私先ほど CM が流れましたけど、はい、ね、私は友人にオペラ歌手とかもいますのでね、はい、ちょっと時間をちゃんと作って、うん、もう一回ね基礎から、はい、ちょっと鍛えてもらおうかなとちょっと思ってるんですね。かなり本格的ですね。そうですね、はい、あ、すごい、はい、でも本当年々、ね、やっぱり自分では毎日聞いてる声なので、はい、そんなに変わってないつもりでも、はい、たまにちょっとカラオケ行くと、あれ前はこのキー出たのにとか、そうなんです、もうちょっとこう息続いたのにとかありますよね、はいはいはい、でこれねやっぱりケアしていかないと、はい、どんどんねこう声帯もやっぱり老化していくので、はい、なるべくねその速度を遅めたいなというふうに思ってる次第なんですね、はい、なるほど、はい、じゃあまたしっかりボイストレーニングをして、はい、いろんなところで披露されるわけですね、はい、はい、そうですあと他にもプライベートありますか？はい、もうこれはね、はい、もうここ20年ぐらいのテーマなんですけど、はい、ダイエット。ダイエット私の周りテーマダイエットっていう方すごく多いんですけど、はいはい、もうねこのテーマほどね、はい、挫折しやすいものないですね。うん、毎年毎年ね、はい、今年は10キロ痩せようとかするんですけど、なかなか難しいですね。ですね、で年々、はい、これほど年々過酷になっていく試練もないですよね。そうですね、落ちなくなってきますよね。はいはい、まあ、去年ね、はい、ちょっと一時期5キロぐらい、はい、落とせたんですよ、はい、ですのでね、今年はもう一回ね、はい、それをね、はい、再びやって、はい、10キロぐらい落としたいなというふうに。なるほど、はいはい、今ね聞いてくださっているリスナーさんがもう皆さんね、はい、インプットしてくださったと思いますので、はいはい、年末には目標達成したぞっていうふうに、はい、言えるようにしたいですね、はい、なるのを楽しみにしております、はいはい、そんな感じで2015年の武田さん、今年もね、はい、元気に突っ走っていただきたいと思いますので、では今日の、まあ、テーマなんですけれども、今日はお彼岸なんですね。そうですね、まあ、お彼岸ね、まあ、3月ですけども、はいはい、もうねお墓関係のことでしたらね、はい、もう今からいろいろ準備される方もおられますので、はい、今日はね、まあ、お彼岸ということ、お彼岸に向けての、はい、まあ、お墓参りとか、はい、ね、あるいはお掃除とか、はい、まあ、そういったことをね、ちょっと豆知識として、ね、ちょっとお話したいなというふうに思ってます。はいはい、今回何していいのかわからなかったりするんですよね。そうですね。はい、お彼岸っていうと、年に2回、年に2回ありますね、はい、でこれはね、まあ、なかなかね皆さん言葉ではお彼岸って知ってますけど、はい、どういう意味なのかと知らない人ほとんどなんですね。私もわからないです。あ、そうですか、はい、彼岸っていうのは、ね、7日間あるんですけども、はい、春分の日とか秋分の日ってありますよね、はい、ちょうどなんていうか真東から上がって真西に太陽が沈む時ですね、はいはい、まあ、その日を境に前後3日間、はい、計7日間が、まあ、お彼岸って言われる時なんですけども、はい、なぜ彼岸かというと、これ、まあ、単に仏教の用語なんですね、はい、いわゆるこうあちらの世界ですね、はい、っていうのが、まあ、彼岸っていう世界なんですね、はいはい、悟りを開いたとこですよね、はい、で反対側にいる、まあ、私たちが今生きているところね、はい、これはね死願って言うんです。死願っていう、はい、ことなんですけども、はい、これはもう煩悩に満ちた世界ですよね、はい、で、ちょうどね、その、真東から上がって真西に沈むということで、はい、彼岸と死願の、橋渡しをするときにね、はい、ちょうどバランスの取れた時期、
ということで、はい、この日が、もしかしたらね、はい、あちらの世界と通ずる日じゃないかというような考え方から、はい、この彼岸の時に、はい、お墓参りをしようというふうになったそうですね、はい、なるほど、はい、それが彼岸の言われなんですね、はい、そうですね、はい、でまあだいたいまあ仏教界ではですね、はい、だいたい西暦800年頃からですね、はい、まあ、なんかあの法要のようなものをしてたようなんですけども、はい、ところがですね、この彼岸の行事というのはですね、はい、日本独特のものらしいですね、はい、はい、インドとか、中国もね仏教ありますけども、そちらの方ではこの行われていないそうなので、もしかするとこう日本っていうのはこの神様のね、はい、考え方がありますから、うん、もしかしたらそういうのと、ちょっと合流したのかなという気はしますよね、はい、あ、なるほど、はい、まあ、そんなお彼岸、まあ、皆さんお墓参りには行かれるかなと思うんですけれども、はいはいはい、まずお墓参りに行く際に何を持っていけばいいんでしょうか。そうですね、まあ、まずはお花ですよね、はい、うん、お花1通いりますよね、はい、それからろうそく、はい、それからお線香、はい、もうこの辺皆さんよくご存知だと思いますね、うん、はい、で、あとまあ、向こうで汲めますけどお水ですね、はい、うん、であとね、まあ、ぜひ持って行ってほしいのがお掃除道具なんですよね、はい、案外皆さんね、お墓のお掃除ってされないようなんですけども、うん、やっぱりねお掃除道具としていくつかアイテムを持っていかれた方が、はい、行ったついでにね、綺麗になりますのでね、はい、はい、それはぜひ推奨させていただきたいところではありますね、はい、結構ねお墓ってたまにしかね行かなかったりするので、はい、ちょっと汚れがついていたりとか、はい、ね、こまめにその行くたびにお掃除はしたいですよね。そうですね、そうですね、で特にまあその以前置いていたお花とかが、はい、これ立ち枯れになって ね、 ね残ってますけども、はい、こういうのってね、こうずっと置いとくと、はい、雨とかでこう腐ってきて匂いを出すようになるんです、はい、夏とかね、はい、だからこういうのは必ずもう持ち帰るか、はい、あるいは最近坂出市の墓地では専用のね、ゴミ捨て場を用意してもらってますので、はい、そちらの方に、お捨てになるか、必ずそういうことをね、してもらえればと思いますね、はい、であとまあ、お参りの時にねお供えのお菓子をね、はい、持っていく方も時々おられるんですけども、はい、こういうのはねもう置いて帰らない方がいいです。あ、これはもうお捨てになるか、あるいは持って帰っていただいてくださいというのは、ね、やっぱりね腐るということと、あと動物が来て、はい、荒らして墓地がね、うん、結構糞だらけになったりとかもしますので、はい、うん、こういうのはぜひ気をつけていただきたいところですね、うん、はい、まあ、そのねお参りしてお供えしてちょっとこう手を合わせてっていうその短い時間の間でも十分ね、その数が届いてますよね。そうです、はい、はい、そうです、そうです、そうです、うん、はい、じゃあもうその時にお供えをして帰りは持って帰るということですね。そうですね、はい、はい、はい、まあ、あとね、まあそうですね、坂出のお墓ですとね、はい、山が近い ところいっぱいありますね、はい、金山とか小通寺山とか、はい、で山が近いのでね、どうしてもこの、はい、草の実を食べた、はい、鳥のね糞がいっぱい、お墓にこびりつくんですよ。でこれなかなか掃除しようと思っても、うん、もうこびりついてるからなかなかね、はい、取れないことが多いんですけど、うん、これはねスクレーパーというね、はい、道具がありまして、はい、これはねまあ、カッターの刃のタイプとか、はい、あるいはその金属のこう細いね板タイプのあるんですけど、はい、これにね、うん、絵がついてるんですよ、こういうね、はい、持ち手が、うん、でそれでこうお墓のこの面に沿ってシュッとこうね、はい、なぞると、はい、簡単に取れます。あ、そうなんですね、はい、でまあ、こういう木の実のはねずっとつけっぱなしにしていると石にこの黄色い色がね、あ、もうついてしまって、はい、将来のかなくなるので、はい、もう見つけたら早めに、その道具で、削ぎ落とすと、はい、こういうふうなことをしておいた方がいいですね、
はい、いやですよね、先祖代々のお墓に鳥の糞がこびりついてるっていうのはね。そうです ね、自分の家だって嫌じゃないですか、です、ね、後の糞だらけになるとね。だからもうそこ掃除してあげて、はい、で色がもし多少残ってたらね、水を含んだスポンジとかタオルでね、はい、丁寧に、拭き取ってあげるというふうにしておくと、はい、いつまでもお墓が綺麗に長持ちすると思いますね、はいはい、ぜひね皆さんね、今年のお彼岸、そういえば私あまり お墓の掃除したことないわっていうことは、お掃除道具をまず持って、はい、はい、行っていただきたいですね、はい、まあ、いろいろとお墓道具専用の道具みたいなのがあったりするんですか、うん、それともこう、うん、皆さんの身近なものとか、うん、身近なものでいいと思います。はい、はい、いわゆるこう草抜きの道具とか、はい、園芸用のとこで売ってますよね、ああいうもので結構ですので、はい、もう行ってね、草を見つけたらもうこまめに、はい、草抜きで抜いてあげるとか、はい、すればいいですよね、はい、じゃあそういったね、きれいにしてあげて、あとお墓参りに行った時にちょっとこう見ておくといいポイントとかってありますか。ね、これはですね、まあ、まずさっき言ったようなこう雑草ですよね、はい、これもね、もうずっと生えてきたら、はい、もう皆さんに迷惑をかけることになりますのでね、はい、特にね、こっちで言うなんていうんですかね、杉菜とか、はい、あの辺ってこう根っこが硬いんですよ、はい、で集まってね、でこれもう一回根付いてしまうとなかなか抜くの大変なので、はい、こういうものがあったら早めに草からしをするとかね、はい、あるいは医者さんに頼んで、はい、その最近固まる土っていうのがありましてね、はい、防草土っていうんですけど、はい、こういうのを敷いてもらうとか、はい、あるいは砂利を敷いてもらうとか、はい、そういうのをすれば、はい、まあ、後々楽ですよね。そうですね、はい、でその他ですね、はい、まあ、これはもう気をつけていただきたいんですけども、はい、お掃除しているときに、はい、石がこうグラグラしているとか、はい、ね、あるいはもうなんか傾いているとかね、よくあると思うんです。あ、でこういう時はね、もうすぐにもう石材店に相談してください。あ、はいはい、これね、もう最近地震がね、くるくるって言われてますけども、はい、もうちょっとした地震でね、倒れて、はいはい、それがお参りしている人に当たったりすると、はい、もう本当に大いにね、怪我する可能性がありますので、はい、こういうものはもうすぐに石材店にね、修理をしてもらってください、はいはい、まあ、自分でして治るようなものでもなさそうですしね。いや、もう無理ですね。自分でしようと思うと逆に怪我をすると思います。そうですね、はい、皆さんね、気軽に言われるんです。うん、石ってね、こうもうまるでこうブロックのようにね、はい、こう自分でできる言われるんだけども、石っていうのは水の 2.7 倍の比重がありましてね、はい、いわゆるこう、ね、ペットボトル1リットルのものが、はい、本当だったら1キログラムなんですけど、これがだいたいね、3キログラム弱あるわけですよ、はい、相当重いです、はい、ですので、もうこういうのはもうプロに、うん、絶対任してください。はい、はい、わかりました、ね、はい、ね、ちなみにその、はい、お墓ってこう、ね、石積んでますけれども、はい、納骨堂っていうのどこにある、納骨っていうのはどこにされてるんですか。はいはい、皆さんお水をためられるとこあるのご存知ですかね。はい、でそこに家紋とか掘ってたりしますよね、はい、だいたい坂出の場合は、はい、その水鉢って言うんですけども、はい、それを前にこう倒す、はい、あるいは横にずらす、うん、ということで、納骨することが多いんですね、はい、前に倒しますと、うん、その奥 の台にね、穴が開いてるわけです、はい、納骨穴っていう、はい、でその納骨穴から手を入れて、はい、お骨を入れていくんですけども、はい、でこれもですね、はい、この自分ではなるべくならやらない方がいいと思います。はい、はい、水鉢ね、まあ、小さいとはいえやっぱり石ですので、はい、ひょっとねこう倒す時に足に落としたりすると、はい、これも大怪我の元ですし、はいはい、特にね、雨が降ってたり、はい、あるいは雪が降ってたりね、うん、もうこういう時はね、まず我々でもね、納骨するで気をつけないといけないので、はい、ずっと滑ってね、手が滑ることありますので、はい、でこれももうできることなら納骨する時は石材店、はい、
にお願いした方がいいですね、うん、そうですね、はい、ずっとねそこで眠るわけですからね、はいはい、ちゃんとねプロの方にしていただくのが一番ということで、はい、一番です、はいはい、皆さん覚えておいてください、はい、まあ、あの今年もですねそういったいろいろお墓に関してとかまた不動産に関していろいろと、はい、あの皆様からも質問もねお寄せいただきつつお答えできたらなと思いますのでよろしくお願いします。はい、はい、そしてねもう一つお知らせなんですけれども、はい、実は KBN Now 香川テレビ放送も発行していますガイド誌こちらの方に武田さんのお店武田関さんさん載ってるんですよね、はい、はい、今月に限りですね、はい、私どもの、 あの商品表示価格より、はい、200円割引のねクーポンがついてますので、はい、うちねもう300円や400円の商品もいっぱいありますからね、はい、非常にお得なクーポンだと思いますよ。はい、わ、はい、かりました、はい、ぜひね皆さんこちら切り取ってそしてあの武田関さんさんの方に足をお運びいただきたいと思います。また次回からもねいろいろとたくさんの情報を楽しみにしています。はい、はいはい、ということでこの時間は歌うお墓ディレクター丸ごと英二のコーナー武田関さんの提供でお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。